こんにちは、三浦ゆきです。今日の三浦ゆきのワンポイントレッスンでは、相手と1対1になった時にシュートまで持っていく時の一つの方法っていうのを紹介したいと思います。で、僕もこれは結構試合だったり練習でもかなり使ってる技なので、皆さんにもきっと参考になるかと思います。まずは1回、それをどうやるのかっていうのをビデオで見ていただきたいと思います。見ていただいた通りですね、これは外側から内側に切り込んですぐにシュートを打つっていう方法になります。まずこの動きですごい大切なのが、相手に外側からドライブされる、外側からこうえぐられるっていう風に思わせるっていうことがまずはとっても大切です。どういうことかというと、敵にまずはバックハンドでこういう風に相手を抜きに行くっていう姿勢を見せることが大事です。この状態から内側に入ってシュートっていうのだとすごい単調なので、まずはこっち側にくそぶりを見せる、バックを外側に持っていってバックハンドにまずは抜いてくるって思わせて、そこでその後こういう風に内側に入ります。この時のコツとしては、最初バックは体の真ん中からスタートをして、この状態で外側に行った時にわざとバックを自分よりもちょっと遠いところに持っていきます。こういうふうに手を少し伸ばして、こっちにこのまま行くよって思わせるっていうのがまず大事です。で、この後に重要なのが内側の足です。内側の足でパックを引いてくると同時にこういうふうに止まって中に切り込みます。一回スムーズにやるとこういう感じです。外側に持ってって内側、右足、内側の足をストップをして進行方向を変えるという動きになります。で、この動き、相手は外側に抜いてくると思って体重がこっちにいたときに内側に切り込まれて、で、自分はバックハンド側からフォアハンドに切り替えて、そこからシュートを打つことができるので、結構チャンスが広がると思います。もう一個大切なのが、からバックハンドに持ってきたときに手はもうシュートをいつでも打てるような体勢になっていること、ストップと同時にこういうふうに打てるといいと思います。試合と同じスピードでやってみたいと思います。皆さんもぜひ試してみてください。